はい、これは何かというと、キュウリです。すっかりね、熟して、熟すとキュウリで黄色くなります。黄色いだからキュウリっていうぐらいですね。で、これ何にするかというと、もうだいぶ発酵が進んでて、種を取ろうと思います。ただね、種から食われるんですよ、結構。できてるかな。あ、大丈夫、できてる、できてる。ほら、これ。ここにいっぱい種がありますね。で、このね、ゼリー状に包まれてるうちはね、これがね、発芽抑制物質なんですよ。で、これが腐っちゃうと、発芽し始めます。こういう風にね、もうここに届くやつがあるんだけど、ここまで来るともう、ちょっとね、種取れないので、これぐらい原型が残ってるやつを探します。でももうないかな。ないかな。これぐらいはちょっと怪しいなぁ。もう芽が出そうだなぁ、これなんか。あ、でもいけるかな。採取しとこう。うん。このことではしばらく、もう数日したらね、出てきますね、芽が。これ洗ってね、種だけ取ります。匂いはね、メロンみたいな匂いなんですよ。見た目はちょっと、気持ち悪いけど、発酵してるんでね、そんなに臭くはないです。さて、これもね、なかなかグロテスクですね。もうデロデロです。中の種の部分だけいただきましょうか。カビが入ってます。それでこれぐらい発酵しててくれた方がね、取り出しやすいんですけどね。わー、芽が出てる。ちょっと気持ち悪いかもしれんけど、これね。この緑色になってるの分かるかな。これね、これ芽が出ちゃってます。ちょっともうダメかな。これダメだな。今はダメだな。芽が出ちゃってこれっぽい。で、これを水で洗います。で、柔らかくなってね、スプーンとか使ってもいいんだけど、まあ、手で十分こうかき出せます。しごけば取れるので、ちょっと臭いな。で、これでザルでこしたりしていくんですけど、この上に浮いてるやつはね、中身が入ってないやつなんで、すくい取ります。ちょうどいいザルがないからね、上積みを捨てて、はい、ザルに開けます。あー、で、洗う。このゼリー状の部分をね、しっかり洗っておかないとカビっちゃったりする。はい、だいたいこんなもんですね、一本のキュウリから。これあとは乾かしておいて保存します。1週間、2週間ぐらいかな。風通しのいいところで乾燥させます。